女優、吉高由里子が主演で平安時代を生きた紫式部を演じる NHK 大河ドラマ、光る君へ、日曜午後8時の第23話が9日に放送され、世帯平均視聴率が11.4%となったことが10日、分かった。数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ、初回は12.7%でスタート。 今回は前回第22話の10.7%から07ポイント上昇。個人視聴率は前回6.0%から今回6.6%にアップした。1996年、二人っ子、NHK 連続テレビ小説、10年、セカンドバージン、NHK、などを手掛けた大石静か氏が脚本を担当。大石氏は6年。 孔明が辻に続き2回目の大河となる。物語は平安時代を舞台に、世界最古の女性による小説といわれる源氏物語を生み出した紫式部の生涯を書く。紫式部が心を寄せる藤原道長役を務めるのは俳優の江本ク道長は源氏物語の主人公、光源氏のモデルともされており、ドラマでは紫式部と幼馴染みのような関係で愛し合い。 時にぶつかり合う姿が描かれる。第23話は、雪の舞う頃、主、甲賀、は三国、安井順平、を殺していないと日本語で主張する諸明松下公平、に驚く真広吉高、とため時、岸谷五郎。諸明が連れてきた下人が、三政、玉木高正、二主が殺したと言えと脅されていたと証言する。ほどなくして解放された主は、 め時だけに越前に来た本当の狙いを語り出す。一方で舟明も真宙に自分の過去を語り出す。ある日、信孝、佐々木蔵之介が真宙とめ時に会いに越前にやってきてという展開。ラストはついに信孝が真宙にわしの妻になれと直球のプロポーズ。公式インスタグラムでも2人の姿がアップされ、ファンは藤原信孝様色っぽかったよう。 倉之ノスケさんがだんだんと男の目線でマヒロを見ていく演技がうますぎる。ドキドキが止まりませんでした。肉食系池ケオにダイレクトアタックされるマヒロちゃんが羨ましい。キュンキュン場面のオンパレード、平安のときめきメモリアルだよと注目していた。